皆さんこんにちは。スピーカー端子に裸の電線をつけると茶色く変色してヨレヨレになることがあります。これではいい音が期待できません。電線には端末処理が必要です。今回は端末処理の方法とその実例を詳しく解説します。どうぞ最後までご覧になってください。電線を向いて裸のままスピーカー端子に固定する。これは昔からの一般的な方法ですが、問題があります。最初に気づくのはナットの緩みです。締め方が足りなかったのでしょうか。そう思ってしっかり締めてもしばらくするとまた緩んでいます。しっかり締めたはずのナットが緩むのは電線が締め付けの力に負けて潰れていくためです。裸の電線は強く締めるほどよく緩みます。銅は錆びやすい金属です。指で触ると汗や皮脂が電線につきます。これも錆を早める要因です。このような扱いを繰り返すと茶色く酸化してヨレヨレになっていきます。裸の電線を直接端子につける。これは最も問題が多い方法です。電線を端末処理して使うとこの問題を改善できます。いくつかの例を見ていきます。これはハンダ結線タイプのバナナです。この製品の電流容量は3アンペアですから50ワットまで使えます。こちらの電流容量は36アンペアです。先端が細かく分かれていてたくさんの電流を流すことができます。こちらはソルダーレスのバナナです。ソルダーレスの多くは裸電線のネジ止めと大差ありません。ケーブルを動かすと接続したところに力がかかるので緩みやすくなっています。本体が金属の製品はショートの危険があります。プロ機器ではスピーカーケーブルの接続にスピコンが使われています。中はどうなっているのでしょう。スピコンもソルダーレスですが金具を介してビスで締める形になっています。被覆を固定する仕組みがついています。電線を動かしても接続したところが動かないので、緩むことがありません。これは最も信頼性の高い接続ができる方法の一つです。これはスズメッキされた圧着端子です。一般の電気設備で広く使われています。たくさんの電流を流せる信頼性の高い接続方法の一つです。圧着端子には品質の良くないものがあります。厚みが全然違いますね。厚い方は JIS 規格品、薄い方は製造元がよくわからない中華製です。このようなペラペラの端子は大きな電流を流せません。スピーカーケーブルには必ず厚みのある JIS 規格品を使ってください。スズメッキは金メッキと相性が悪いとされていますが、この問題はスズメッキに限った話ではありません。例えばこちらの端子では同じ原理で錆びています。スズと金だけ特別悪いというわけではありません。
この現象は空気中の水分が関係しますから、空気に触れないようにぴったり密着させて使えば問題ありません。使わない端子はカバーをしておくといいでしょう。これで錆を防ぐことができます。端末処理の注意点を実際に作りながら見ていきます。まずはバナナ端子です。電線に予備ハンダをします。端子を十分加熱してから、線を差し込んでハンダを流し込みます。これで完成です。それほど難しくないと思います。電線を剥くときは中の線を切らないように注意します。中の線が細いとここが難しい作業になります。熱収縮チューブで切ったところを隠すときれいに仕上がります。絶縁キャップを入れます。これがないと端子の根元で切れやすくなります。圧着端子の接続には専用の圧着工具を使ってください。これはフェルールという端子です。細い電線の端末処理に有効です。圧着端子はあまり外す機会がないところに使います。平らな面に密着するようにしっかりした締め付けが必要です。手締めの場合はコンタクトオイルを併用すると錆を防いで接触が安定します。バナナはケーブルを脱着するところに適しています。圧着端子が入らない場合の選択肢はバナナしかありません。プッシュ式の端子にはメッキされた電線を使います。裸の銅線より錆びにくくて長持ちします。スピーカー端子の形はいろいろです。この端子はバナナに対応していなくて圧着端子も入りませんが、中心にネジがなくてエッジで押さえつける仕組みです。この場合もメッキ線が有効です。小型のプッシュ端子にはフェルールがいいでしょう。安定した接触が期待できる端末処理の方法は次の3つです。圧着端子は JIS 規格品から選びます。必ず絶縁キャップを併用してください。バナナ端子はハンダ結線タイプを使ってください。選ぶときは電流容量に注目します。プッシュ端子にはメッキされた線を使ってください。
どんなにケーブルが良くても接続がうまくできないとその性能を発揮できません。ハンダ付けも圧着も苦手という方は最初から端子が付いた完成品を使うといいでしょう。ご視聴ありがとうございました。